ホルネブルクは、ドイツ連邦共和国ニーダーザクセ州のシュターデ軍に属すフレッケンである。この町は、ザムトゲマインでホルネブルクを構成する自治体の一つである。この町は、ブクステフーデとシュターデとの間のアルテスラント内に位置する。エルベ氷河により形成されたホルネブルクゲースと、辺縁部に人が住んだ最も古い痕跡は、 現在の考古学学習路沿いにあるダウディーク、農場西側に見られる巨石墳墓である。この墓は副葬品から、紀元前3500年頃のものと判明している。現在のフレッケンであるホルネブルクの歴史は19世紀に至るまでホルネブルク城の城主と密接に結びついていた。はじめに1200年頃の文書に立ち会人をして名前が挙がっている二つの騎士化。 シュタダー・ゲイストのボル・ホケと、アルテスラントのシュルトフォン、レアリューがあった。彼らは、周辺の貴族と共同で1255年に、ホルネブルク城を築いた。この城の保護下に、同盟の集落が形成された。1311年に、ホルネブルクは、盗賊騎士ハインリヒ・フォン・ボルシュを捕獲するための軍勢に、包囲され、占領された。ブラウンシュバイク・ネブルクは、 フェルデン司教とのフェーデの際に、ホルネブルクを1426年に包囲した。この包囲船は、成果なくて刺しされた。1500年頃この城の共有状態が解消され、貴族家は場外にそれぞれ農場付きの邸宅を建設した。スウェーデンの中将ハンス・クリストファー・ケーニヒスマルクは1645年に、この城を取り壊した。国家社会主義の時代。 ホルネブルクには、ノイエンガンメ強制収容所の外部収容施設が設けられた。この施設は1944年10月に使用が開始された。最初の収容者として、アウシュビッツ強制収容所及びラーフェンスブリュック強制収容所から300人のユダヤ人女性がホルネブルクに移送されてきた。彼女らは1943年6月に、 ハンブルクからホルネブルクに移転していたバルボの真空管工場で強制労働に従事させられた。さらに、ラーフェンスブリュックからオランダ人女性が送られ、ホルネブルク港での港湾労働や土木工事に着かされた。1945年2月にユダヤ人女性たちはこの収容所から連れ出されたが、その後の運命は明らかでない。 ここにグロンスローゼン共生収容所バイスバッサー外部収容所から新たに300人のユダヤ人女性が連れてこられたが生き残った者はわずか数人だけであった。ホルネブルク建設750年祭をきっかけに2005年に北欧神話の運命の女神スクルドの銅像が作られた。カルステニエッバースによるこの作品は生と死を象徴するものである。ホルネブルクの町長は 2001年から、ハンス・ユルゲン・でッチェが務めている。この町の議会は、17議席からなる。ホルネブルクは、ハンブルク・クックスハーフェン間のメトロノーム鉄道の、列車とニーダー・エルベ鉄道のハンブルク・エス・バーンが、停車する駅がある。この町は、ハンブルク交通連盟のサービス地域にあたる。町の南部を連邦道 b 73号線。 北部を連邦アウトバーンへ26号線が通っている。連邦道はハンブルクとシュターデを結んでおり、将来的にアウトバーンも同じ区間を結ぶ予定である。ありがとうございます。